秋の北海道。この鮮やかな青色をした湖は温根島です。季節、天気、時間、見る角度によって様々な色を見せることから五色沼とも言われています。鮮やかな青色のほかに、これだけ色が変化するのはなぜでしょうか。その謎を解く鍵は近くの錦沼にありました。また御根島奥の散策路を進むと湯の滝があり、ここはある理由から世界的に注目されています。なぜ注目されているのでしょうか。途中エゾライチョウにも出会いました。紅葉が見ごろの御根島、今回は湖の色の謎と湯の滝の謎に迫ります。御根島は風がない日に行くのをおすすめします。なぜなら波がないと湖面が鏡のようになるからです。景色が湖面に映り込み、とても綺麗です。御根島は阿寒摩周国立公園内にある周囲 2.5 キロほどの湖で、遥か昔メアカン岳の噴火によりラワン川の流れがせき止められてできました。遠くに見える山は左がメアカン岳で右が阿寒富士と呼ばれていますが、正式には左がポン町根尻で右が阿寒富士です。メアカン岳とはポン町根尻と阿寒富士を含む8つの火山が集まった複合火山の総称となります。ポン町根尻が一番標高が高いため、山頂にメアカン岳の標識があるということです。この景色は御根島展望デッキからで、冬の通行止め期間以外は車で来ることができます。御根島とは変わった名前ですが、アイヌ語で年老いた大きな沼を意味するそうです。そして別名は五色沼。季節、天気、時間、見る角度によって様々な色を見せるからです。また原始的な景観を維持する目的で、動力船やスノーモービルに加えてカヌーなどの非動力船と遊泳を含むウォータースポーツも規制されています。ここは御根島近くにある小さな沼、錦沼です。御根島の鮮やかな青色のほかに、これだけ色が変化する謎を解く鍵はここにありました。錦沼を見ると赤茶色をしています。この赤茶色は鉄分を多く含む堆積物が要因です。簡単に言うと鉄錆が沈殿しているということになります。この成分を含む水が御根島に流れ込み、沈殿したり浮遊したりすることで光の散乱に影響を与え、鮮やかな青色をはじめとした様々な色を見せているそうです。御根島には展望デッキ裏から続く散策路を登ると展望台があります。散策路には赤エゾ松の原生林が広がります。こんなに大きな木が倒れています。途中には休憩場所も。急な階段もあります。15分ほど歩くと展望台に到着です。空からの景色をご覧ください。
夕暮れ時は太陽が雌阿寒岳と阿寒富士を赤く照らします。風がない時は大きな鏡のように空を映し出します。御根島の奥には湯の滝駐車場があります。湯の滝までの距離は 1.4km ほど。散策路を進むと、途中地面を静かに歩く生き物に出会いました。丸い体型で羽に白や茶色の模様があります。この正体はエゾライチョウです。動きはまるで忍者のようですね。重そうですがちゃんと飛べます。そして20分ほど歩くと湯の滝に到着です。湯の滝は名前の通りお湯が滝となり流れています。かつては滝の上に露天風呂を作り利用していたそうです。2000年9月6日に国の天然記念物に指定されています。その理由はバクテリアによるマンガン鉱物の生成現象が見られるからだそうです。岩肌が黒く覆われているのはそのためです。藻類が放出した豊富な酸素とバクテリアの生息が合わさり、こういった現象を起こしています。現在露天風呂として利用できないのはこのマンガン鉱物の生成現象に影響を及ぼすことが分かったからです。しかもこれだけの規模が陸上で観察できるのは世界でこの湯の滝だけということで、世界的にも注目されている場所でもあります。上空から歩いてきた方向を見ると御根島を見ることができます。こんな森の奥に世界的に注目されている場所があるなんて不思議ですね。科学の授業のようなお話になりましたが、いかがでしたでしょうか。御根島とその周辺は地球が生きているということを実感させてくれる場所です。遥か昔から続く豊かな自然を次の世代へつないでいくために、今を生きる私たちが自然の声に耳を傾け、共に生きていくという意識を持つことが大切かもしれません。